はい、フローチャート漢方薬治療2、81ページ。これから泌尿器疾患に入りますね。頻尿にはハチミジオガンというフローチャートです。症例は78歳男性、年齢相応の体格です。夜中にトイレに7、8回起きると訴えて受診、昼間はそんなにトイレには行かないという。腰痛やしびれなども訴えるのでハチミジオガンを処方した。4週間後にはトイレが5回になったと話す。3ヶ月後には3回、それ以上は改善せず、でもずっと楽になったと感謝されました。ハチミジオガンの抗生生薬、全部でハチミだから8個ですね。ジオウ、三種油、三薬、タクシャ、ブクリョ、ボタンピ、経費、武士となります。ジオウ、三種油、三薬、タクシャ、ブクリョ、ボタンピは87番の六味丸なんですね。六味丸に経費と武士を足したものということになります。経費は気を鎮める生薬、武士は強く温める生薬ですから、ハチミジオガンは強く温める漢方薬と理解できます。生薬ポイント、ハチミジオガン7番足す五室斜前子は107番の五斜神奇丸、ハチミジオガン引く経費武士は87番の六味丸です。五室と斜前子は利尿効果があり、足のむくみがあれば五斜神奇丸を優先すると言われています。しかしハチミジオガン7番でも五斜神奇丸107番でも手元にある方で構わないと思っています。またハチミジオガンはハルンケアという商品名で薬局でも実は売られています。レベルアップです。頻尿のような訴えは患者さんの満足感と医療サイドの満足感が乖離することがあります。それはお互いの不幸の始まりです。あえて治ると言わずに楽になるという方がお互い幸せに思います。夜間に全く排尿しなくなること、ね、80歳近い方が20歳でようになることは普通ありません。ハチミジオガンの保険病名は腎炎、糖尿病、陰翳、座骨神経痛、腰痛、かっけ、膀胱カタル、前立腺肥大、高血圧と結構幅広くありますので使いやすいかと思っています。ハチミジオガンは武士が入っていますから、くれぐれも手足が熱い時にはね、いくらお年寄りって言ってもこれを出すともっと熱くなっちゃいますから、六味丸の方が喜ばれることがあります。はい、81ページ、頻尿にはハチミジオガンというフローチャートでした。はい、以上です。